江原大佐は島民を本土に避難、疎開させた上で島内での地下陣地構築を進めました。昭和20年4月1日、米軍が沖縄本島に上陸、1日で日本軍の原子機工場は占領されました。ここまでは江原大佐の作戦、想定通りなのですが、大本営から飛行場の奪還の要請が来ます。江原大佐はまともな航空戦力もなく、飛行場は不要と考えており、これまで他でも米軍に飛行場が奪われ、奪還を試みるも失敗を繰り返しています。数ヶ月間かけ構築した陣地を捨てて突撃しても自殺行為に他なりません。江原大佐はそう言い切り反対しました。しかし大本営は攻勢をかけ、結局大損害を被り失敗します。ここでやっと持久戦へと転換し、米軍に損害を与えながら持ちこたえますが、懲りずに戦力のあるうちに攻勢に出る案がまたもや浮上します。江原大佐は当然反対しますが、朝参謀長の説得の末応じます。この総攻撃も米軍に正面から突撃をし撃破されました。無謀な総攻撃がなければ終戦まで戦力維持できた可能性があり、犠牲は減ったかもしれません。戦略時給は米軍に多大な損害を与え、米指導者層にも衝撃を与えました。